こんにちは、カバゴロです。今回はですね試合形式の練習だけをする日があるんですけどそれで試合をしに行ったらですねえっと思います、えっと。何回試合したかな8回か9回ぐらい試合をして1回も勝てませんでしたさすがに落ち込みましてもうなんかその終わったた あと8回だか9回全敗した後はあのもう帰りましたねもう最後まで練習いなかったですねさすがに落ち込みましたいやーあのー、今練習にその参加させていただいてるところではたまにそういった練習をさせていただくんですけれども全敗ってしたことがなくてまさか全敗するとはっていう感じだったんですけど ただその参加されてる方々その実際に試合をした方々の要はその、なんでこれで全敗をしたんだっていう内容ではなくて全然全敗してもおかしくないんだけの強い相手もしくは互角の相手と試合をさせていただいたので、まあ、全敗してもしょうがないはしょうがないんですけどそれにしてもねあのー、いやもう今日。 今日だって。もう今日、今日、あの今日の今日なんですけど、まあ、何月何日か言いませんけども、もうね、朝起きた時からね、なんかちょっと体重いなと思ったんですよね。うん、もう言い訳、言い訳します、まず最初は。言い訳したいと思います。えっと、それで,で、その原因は何かっていうと、その前の日に、あのストレンジャーシングスっていうネットフリックスで見れる海外ドラマがあるんですけど、それが最新シーズンが公開されて、えっと、7話、 公開されててたたんんでですすけどもうそののうち話、えっとね、話か5話まとめて見たんですよだから5時間か6時間ぐらいずっと画面見てて疲れてでまあ土地でちょっと休憩挟んだんですけどあのそれをあのちょっと外出なきゃな <laughs> せ核天気しということで外出てマクドナルド行ってポテトとシェイク買ってきて家帰ってきてまたそれを食べながら見るというですね でそれで6話ぐらい見たらもうそれで疲れちゃって寝ちゃうみたいななんかそんな一日を過ごしたっていうこともあってうわ体重いなって思ったらまあ8戦全敗ですねあのー、一度も勝ったことのない人ともやってますしえっとまあどんなによくても4勝4敗かなって感じはするんですけど、まあ、それにしても8戦全敗ということでまあ落ち込みましてでももう もう,もう無理だ今日はって思って帰ってもうじゃあちょっと早く帰ろうと思って帰ったのにあのそんな時に限ってですね帰りの電車が遅れていてですねあの乗り換えがスムーズに行かずですね乗り換え駅で10分以上待たなきゃいけないみたいなことがあったりですねなんか今日は呪われてるいるのではないかとかってなんか思ったりしたんですよねはいでまあねあのこの前の動画で、まあ、新築マンション のモデルルームをうっかり見に行っちゃったせいで、まあ、ちょっとつらい思いっていうか私,の私が悪いんですけれども、まあ、あのそういう思いをしたっていう話をしたんですけど、まあ、当然一回も勝てないっていうのも,もう同じように辛い受け入れがたい思いをすることにはなるんですが、まあ、そのことによってまあ何をですね、まあ、逆にあのけんそこからその這い上がっていけるかなみたいなことを考えた時に、まあ、結論から言うとですね えー、もし僕私が今日その普通に試合練習行って4今言ったような4勝4敗みたいな僕は割と4勝4敗リスあのその勝つ数と負ける数大体同じぐらいになる率高いんですよ。で当然その勝ち星を重ねるためには、まあ、割とい,いつも割と勝つことが多い相手ともやらないといけないわけで今回はそういうのが全くなかったっていうのもあるんですけれどもあのもし今日ですねあの そういう感じのいつもの成績で帰ってきてたとしたら、まあおそらくですね、帰ってきて、シャワー浴びたら、まあコーラかなんかおいしい飲み物とお菓子食べて、で多分昼寝して、ああ気持ちよかった、今日もみたいな感じの一日を送ってたと思うんですけど、僕は今日家帰ってきて、まあちょっともうボケてますけど、メインチャンネル用のですね、あのちょっと仕事をやりました。結構1、2時間ぐらいかけてやらなきゃいけないやつを頑張ってやりました。あの今日日曜日なんですけど、はい。 えー、あとですね、あのー、こちらにはですね懸垂機があるんですけれども帰ってからも懸垂やりました、はい、あとスクワットもやりました、はい、これは何が言いたいかというと私がこれほどの、あのー、絶望を味わ,わなきゃ絶望というか、まあ、絶望は言い過ぎですねこれほどの落胆、まあ、を味わわなければここまでやら,なやらなかっただろうなということをやることができたということですはい。 あの試合例えば、まあ、僕は毎週毎週末にそのそういうサークルの練習に行ってるんですけれども例えばそういう試合練習じゃなくていつものそういうシステム練習みたいなことばっかりやっててあ今日も卓球楽しかったなってやってたら帰ってきて、まあ、いつものように過ごしてね昼寝して、まあ、そんな一日を過ごしてたかなって思うんですけどまあこんな気持ちになったのでですねなんかもう俺にはこれしかないじゃないけどまあ、そういうわけじゃないけど何、まあ、かあのー。 このままじゃいいけないなみたいなことだったりとかなんでしょうね、まあ、それこそあの諦めたら試合終了じゃないですけれどもあの僕がこうして一、ま、回も勝てなかったことで落ち込んでいたところでですねあの後ろから誰かが僕に声をかけてくれてですねあのじゃあ一緒に練習しようかとかもしくはですねあのいやも,もっと練習すれば今度は勝てるようになるよと励ましてくれる人もいないし。 僕自身がももうあの練習をこれれかからも重ねね、ていかなければです、ねまあ、試合とか練習とか経験を積んでいくことなしにではですねあの絶対に向上することはないというこの,この状況が改善することはないという現実っていうのは結構なんか本当になんか最近の自分はなんか結構絶,絶望的に感じる部分がありましてまあ前にもなんか「幸せとは」とかいうタイトルで一本動画出させてもらったりもしたんですけどまあなんか本当 一回も勝てなかったんでうんそれで思わず家帰ってきて懸垂やったりスクワットもやったしもうお菓子も食べずにもう、ね、自分のやるべきことをやってっていう一日をですね、まあまあ、できる限りできる範囲でですけどね、まあ、やったんですけれどもその努力でさえも、まあ、努力って言い方もあれなんですけどそ,のそういったことでさえもまあまああえて分かりやすい言い方ですけど分かりやすい言い方ですけれども、まあ、その努力も。 まあなんか無駄にななななってしままうのかかかみたいなこととか、まあ、結構最近考えますねなんかそのやっぱりよくないんですけど頑張ってるんだけどなでもそれが結果に反映されないんだよなっていうことをやっぱり考える思うのはつ、まあ、辛いことだよなというふうに思うんですね。うん、でまあやっぱり大人の世界ってそういうもんなんだよなっていうのはですね私,私はこうあらほになってもうやっと痛感してる。 感じにほととんど近いと言い言ますか、うん、誰も助けてくれるわけではないのでなんかなんか辛いなぁみたいなそこで諦めることをやめたところでもう僕はただただこの後あとこの先ずっと下落していくというその道が待ってるだけなので結局それが嫌なら頑張り続けなければいけないという現実を目の当たりにするのは、まあ、正直辛いんですけれども。 えー、ちょっとこの動画の何だろうなちょっと趣旨がちょっとブレブレ,ブレに今日なってしまって申し訳ないんですけれどもまあ,あの言いたかったのはですねまあその試合であんまり結果が出なかったからまあそういう時はですね粛々とですね家帰ったら、まあ、家,家じゃなくてもいいですけどあの自分のするべきことをしようっていう気持ちになると思うんですねならない方もいると思うんですけど僕なんかなりましたので。 まあなんか粛々とそういう、あのー、ふうにして、まあ、自分のやるべきことをこれからもやって、まあ、卓球に関してもやって、まあ、次回はなんかもう少しいい結果を、あのー、呼び込むことができたらいいなというふうに思ったんですけどまあそれにしてもすごい楽談したなといいう感じですね、はい、いやー今日勝てなかった人はなんかもうこれからもまあ勝てないんじゃないかなっていう感じがして。 なんかほんと最近こうやって YouTube で生地卓球に関していろいろ喋ってるだけになんか余計恥ずかしいですね。うんなんかこう上手くなったんだよ俺こう勝てたんだよみたいな話とかこういうことを参考にしてこういうことをやったらそれがあの結果に結びついたんだよっていう話がしたいんですけど、まあ、そういうこともできなかったですねはい。 なので、まああの、繰り返しになりますけれども、まあ、試合とか行って、まあ、思うような結果が出ず、まあ、落,ちん落ち込んだり落胆した時もですね、まあ、逆にその時そういったなんか静かになってしまった自分の心みたいなのを持ってしかできないこともあったりするんでなんかあまりその。 負けたっていうことにフォーカスし続けるわけではなフォーカスせずに、なんか他のことにあの案外力を注ぐといいんじゃないかなというふうに思ったという話ですね。はいまあ、あと最後に余談になりますけれども、もう何せ8連敗したんで、あさっき Amazon でバックのラバーを1枚ポチりました。はいというわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。